はい、ではやっていきましょう。今度こそ正真正銘この坊やと戦うと。今回はこの動画はこのレースのみで終わります。終わります、言っちゃいます。もうフライングしませんよと。よし、ゴーゴーゴー。いやー、でも、うわ、慣れてきたのか、これは勝てないな。ここも、カッガッて。だからそうか。よくゲームとかでさ、ちょっとずれて、半歩ずれてる場合って、ずらして、次に進んで、次っていうか前に進ませてくれるゲームとかって結構あるじゃん。で、結構テイルズカクカクしてんなって思ってたら、これなんだね。これのために、多分この仕様っていうか、動けなくなってるっていうのかもしれない。おーっと、これはまさか、うわー、してきすぎた!くっ!いやー、惜し、これ、ちょっとまさかのですよ、これ。逆転しましたね、途中で。これ、一回戦目から結構熱かったですよね。フライングなしでしたもんね。だから、これもさ、俺、わざわざ左行かなくていいんで、上でいいんで、これはズルじゃねえから。スタート。あ、っていうか、スタートの時点でちょっと有利なんだね、こっちの方が。だけれども、そんな俺は追従というか、やらねえぞと。だこれもさ、上から、ああ、そっか。でも下から行かないと、上からだとキャツが変な動きするから、ちょ、何言ってるかわかんないけれども、いや、これは、ここ鬼門だな。多分大丈夫。そう、帰りは上から行かないとダメなんだな。危ねえ、怖え。いや、今のね、ナメプじゃないっす。本当に一瞬の十字キーでね、変になっちゃうんすよ、これ。オッケー。これはかなりのリードですよ、これ。はい、もう慣れたもんですね。練習あるのみ。よし、ジューシービーフ。奥さん、ジューシービーフ。いや、誰も知らねえ。田中邦衛のね。よし、ジューシービーフ。ん?これ、R で結構いく。ジューシービーフ。ああ、まあまあ、フードですよね。オッケー。あ、でもこれはもう、このお子さん、もうちょっと泣いちゃってるかもしれないですけど、これもう私が勝ちますよと。ほら、もう、バッチリだもん、もうフライング。これ下行った意味なかったな。舐めてない。ちゃんとやる。ほら、もう結構やっぱりもう練習すればこんなもんですよ。あとは怪我さえしなければ私がね、もう勝てますよと。そういう仕様ですと。ほら、もう大人げない。勝ち方。大人げなくはないでしょ、でも練習したから。大人げなくはないよ。だって相手 AI ですよ、AI。今で言う。もうこんな勝て、絶対ミスできないからね、こっちは。相手は 100% ミスしないからさ。そんなもう無理じゃんっていう。こっちはもう人間だから、ミスしないことが難しいのよ。ほら、この大差よ。もう見てください、もうこれ。一人しか見えない。はいーと。あ、でもちゃんとやればさ、結構いけるね。このハテナって何なんだろうね。鑑定みたいなのが。あ、スペクタクルズってそういうことこれ。ちょ、待って。これ、あ、使えないわ。これね。バツってなってるけど、鑑定屋みたいのがいるのかな、もしかして。そうすると。あ、兄ちゃん早すぎる。え、
ってあってさ、これで君はこの町で一番早いこと、ちょっとマジか。ってことは下うわ、一番下のやつが一番良かった。3つしか手に入んないのかこれ。うわー、よくできてるな。ちょ、一旦出てほらもうだなこねちゃった。でもさ、これそしたらこのまま続けましょうか、この動画って言ったけれどもね。いやー、やったぜおい。と早すぎる。いや違うわ、ちゃんと練習したから、練習したから。見て、もうあの今度見てくださってる視聴者さんがね、証明、早すぎるんじゃない、練習したからっていうね、練習したからですよと。ちょ、もうこれがデフォルトになっちまったわ。ここどうしよう。道具屋と、まあ、ここ行ったんでしたっけ。ここ行ってないか。奥さん、おじいちゃんもおばあちゃんも不安になってるわと。ふーっと、なんかもうレースのことでもう世界とかどうでもいい感じになっちゃってますね。ほんとなんかやっぱりね、こう集中するっていうのはね、素晴らしいことですよ。何か一つのことに没頭する、夢中になる、それがね、なんか一番幸せに近いんじゃないかなっていうね。え、ここ20ヒット、にゃあ20ヒットのとこじゃねえと。城の魔術師のルーングロム様はエルフでありながら大変人間に近い感性の持ち主らしいよ。ルーンブルグとか、いろんなのが、もういろんな名前がありすぎて。ライム、武器屋、コルセル、あ、ハルバード、槍がもう出ちゃってると。クリシュンマルド、バルディッシュ、あ、でも下がっちゃうね。ルビーワンド、まあルビー買ってやるかと。ハルバード買おう。まあこれでいいっすかね。よしよしと。こっち防具屋だと。防具揃ってる、いいね。ガントレット、フィートシールド持って、シルバークローク。すげえ金飛んでくよこれ。足りないっすね、足りないと。まあとりあえず買って売りましょうか。今までの装備もありますから。ハルバード、いいね。お、月がそんなに下がらない。え、霧がめちゃめちゃ上がる、すごいね。これでシールドは大丈夫だと。あれ、レザー、あ、ガントレットね。お、攻撃力上がる。いやー、本当にね、レース脳になってるわ。レースがね、すごいのよ。すっごい来ちゃってんのよ。来ちゃってるってなんだよみたいな。あれ、ああ、頭が1個買えなかったのか。で、アーチェもシルバーだと。OK。一旦。何売りゃいいんだと。ジェムロット、アンバークローク、アイアングローブ、タンクベルト、スプリントメイル、安いソード。キャッツアイがすげえ高いね、交易品。多分これさ、違うところだと高いって言ってたよね。コルセスカはいらないのかな。公衆リンゴ、まあ。いや、結構売ってなかったのね。リボンももういいか。カイトシール、ジェットブーツはちょっと取っといた方がいいと。
イアンブーツ一応持っとく。まあ、こんなもんでしょうかね。こんなもんか。あ、でもそれでも8000にしかならないと。まあいっか。オッケーオッケー。これ完全装備ですと。行きましょう。で動画酒場と、これ二重ヒットって何なんだろうねこれ。まあいいや、宿屋で一旦なんかやるっつってたけど、酒場先行った方がいいのかな。そう、やっとレースの熱が冷めてきました。毒ダミッチ薬屋。あ、でも下がバーか多分。おばあちゃんから聞いたことあるんだけど、ミッドガルズの北西バルハラ平原の西にある森に角の生えた白馬がいるんだって。ミッドガルズの北西バルハラ平原の西にある森、すごい説明。ミッドガルズから北西の西、さらに西ってことか。その白馬は清らかな乙女にしか合わないそうよ。あー、ジャケットのやつか。ミントか。ミントのミントだな。アーチはちょっときついかもわかんないな。アーチに殴られるぞと。薬、あー、いいな。オレンジ組買っとこうかね。フレアボトル結局使わなかったな。ボス戦で一番使わないといけない時なのに焦っちゃって、冒険者ギルドパニック。あー、飲みすぎましたと。この大化粧、お、マジで大化粧高い。まあでも買うか。ま、全部魔人だな。戦列、あれ魔人戦列、ちょ待て、てめえ魔人戦列派ってさ、 お前もう持ってたやつだろ。あ、そうじゃねえわ。そう、あ、収装か。はあ、はあ、あ、そういえば古賀波山覚えたよな。敵を上下から切りつける二段技。いや、飛炎連脚はもういいか。じゃあ秋さざめ収装、そうね、収装だな、とにかく。うん、こっちにした方がいいかもしれない。近くでも収装、すごいね。ピアノあって本格的じゃないですか。モリア行動はギルドでもらえる王室発行の許可証がないと入れないんだ。俺はキャンセル待ちさ。あ、そういう状態。すごく高いらしいわ。まあコネでもあれば別らしいけど、コネが死んじゃったんですよ。今はもう見ることのないドワーフ族の鉱山、それがモーリア行動跡さ。もうモーリア行動話で盛り上がってるじゃん、ここギルドね。え、それならここから南東の方向に進んだところに入り口がある。フレイランド行きの船着き場の真北だ。フレイランド行きの船着き場をまず知らんのよ。知らんことを知らんことで説明しないでほしい。桜庭さん、酒飲んでる方が調子いいんだよなと。あ、これスタッフだな。秘密の言葉買わないか。あ、これ、はい、キクリン。探検家から聞いたものなんだけど、これはある洞窟の入り口を開けるための呪文と言われているんだ。キクリン、最初のとこよ、あそこでしょ。ねえ、行ってみますか後で。ここはてめえらのようなガキが来るところじゃねえ。さっさと帰んな。厳しい厳しい。しつこい男は嫌いだよ。また出直しといて。こっちか、しつこい男が。いや、声のかけ方絶対無理、絶対無理だから。そんなんじゃ無理だ。まず笑顔から入んないとな。声のかけ笑顔だな、まずな。うん、とりあえず、で酒場へ行き、あ、こっちはもう来たところですね。だから道ナンパとかじゃないけど、道聞くときとかさ、そんな緊張するわけじゃなく、もう笑顔で、あ、ちょっとすいません、道教えてくださいみたいな感じでね、
そっから行くのが一番ですよと。金さなくなったんじゃね、ほら全然もう397って、これ止まれるかどうか怪しいですよね。ああよかった、止まろう。これでクラースが、お、よかったよかった。考えたんだが、王室内にダオスの息がかかっているとすると、下手に動くのは相手の思うツボだ。魔術に関する情報をつかむどころか、我々の命も危なくなる。それじゃあどうするんですか。ズバリ、ダオスの側近に操られている王子を助ける。え、城に侵入するってこと？そうだ。しかし、どうやって忍び込むか、だ。え、なんか誰か、おう、クラス自分で思いついた。え、アーチをなんか使うと。真剣な目で。あー、そういう、あ、オープニングのとこね。あのほうきね。ちょっとマジ一人ずつじゃなきゃ運べないよ。じゃあ一人ずつでいいじゃねえかと。なるほど、ダオスの側近がいるはずなんだ。わかったよーと。そうと決まれば今夜にもやる気満々。ツケがなければチャンスじゃん。すげえやる気満々。白指、あ、止まると、え、ちょっと待って、明日にしよう。だからここ止まるといけるってことよね。モーリアコードの話はどうなった。あー、そっか、モーリアコード後か。だから王子に気に入られて、でコネで許可書をもらうと、そういうことですよね。でも一旦まずは見ようよ、外をさ。はあ、結構遠かったりするんかな。ライザン祭りで行こうか。あ、シルフになっちゃってるわ。シルフ、なんか言った。アーチがなんか言った。もうちょっと呪文使うなで。あ、今出てたね、氷が。やったって、アーチェ飛んでる。すげえやる気まんまで飛んでるじゃん。いいっすね。アイスニードルか。ファイヤーボール。早速呪文は使うな。取っとかんといかんかな。まあ周りをちょっとさ、どんなもんかなって見ときたい。古賀波山どんな感じだ。まあ、ピョッタ。古賀波山、あー、そんな感じか。あー、なるほどね。二段、あれだ、ホワイトファングだ。はじめの一歩のボルグのホワイトファングの遅いバージョンですね。上下に打ち分けるって書いてありましたね。だ、接近戦でめちゃめちゃ強いな。この周相ライザンがいいのと、私は。あれ、周相ライザンは極めたんでしたっけ。いや、そっから、そういうところからよ、もう。いや、極めてないはずよ。でもこれマジギリでいいか。トッツ、結局離れてないとダメってこともね。 69% だ、すごいね。秋ささめすげえ覚えた。あのボス戦でかなりやったからな。モーリアコード結構広いですね。いや、秋ささめひどいな、これは。ひどいっていうか、本当にいいわ。おいと。いいね。で、TP がなくなるっていう。なかなかに広いですわよと。ここなんかあんの？あ、なんかある。三鏡ユミルの森。なんだお前たちは。ここから先はエルフ族しか入れない地域だ。早々に立ち去るがよい。
どうしてもダメ、ダメだろ。どういう頼み方だよ。ダメだと。どうしてもダメって言い方。なるほど、ここにあるっていうのが一つ分かりましたね。そうすれば話が早いですね。 OKOKOK。 王子に気に入れられて、そっからってことよね。いや、そっちはそっちで何とかしろと。こっちはこっちは俺頑張ってっから。いやー、鉄子以外これちょっときついな。変えこれこれ鉄子ちょっとキャーとかさ、ちょお前らどの野郎と、うえうえと、うえ鉄子やりきだなこれ。まあまあ魔法使うなっつってるからな。使うなって言ってるんだったらお前手指なんとかしろと。そういうことっすわな。まあオッケーよと。あ、でもさ、アーチェ、アーチェのさはいいんじゃない。ジャイアンアイスニードル、ほらモーションがないからさ。ちょ、アーチやばいって。アイスニードル強え。700とかだって。フード食っとく？いいか。あー、ヒールの方がいいなこれはな。そういうことね。お、ここは？どうも。なんじゃお前ら、ここには何もないぞ。いや、あるだろ。いや、あるだろ。おー、なんか教えてくれると。オッケーオッケー。いや、そういうのが分かるだけでも、いや、もうここの大陸は結構広いですね。小賀火山、よし、ミスティシンボル6万5000か。欲しいね。一旦宿屋すぐ宿屋、宿屋行こうか。いや、でもこれが王道ですよ。本当に正しいやり方でしょう。こっち行くと城ってことか。なるほどね。はいはいはいと。でも正面からはダメよと。いや、まだまだ忍び込まないよ。ゆっくりしていってくださいって。いや、いかんいかんいかん。いや、もう レースでちょっと熱くなって一旦落ち着いて、でフィールドをちょっと見ましょうと、そういう流れでございます。多分今のまんま行ってもボスがさ厳しい。そんな気しません？だって一つ前のボスでさ港になっちゃった。結構苦労したじゃんあいつ。牛ミノタウルスみてえなさ、魔法全体魔法で800-900食らっちゃってさ、でエリクシール使っちゃったし、まあまあまあ、ここでゴンと、よし、アイスニードル見えない見えない、よし、オッケー。アーチェの魔法はどんどん使わせよう。シルフは長いからちょっと。お、いい曲、まあ、こう館みたいな。ごめんください。うつ、どなたでしょうか。あ、いや、そのだから用がないのでしたらお帰りください。出てくれただけでも優しい。もうだいたい、もうさ、今インターホン、今の時代ほんとそうよね。出てくれるだ
けでもすごいありがたいですよね。もうすごい、だって手紙がないでしょ今、広告ぐらいしか。 DM っていうか、すごい、え、すごいある。あ、ここエルフか。人生の目的を見つける旅を続けてもう10年にもなります。でも未だに見つかりません。あなた剣士、じゃあこの奥義書あげるわ。もう習得したからね。マジで、うわ、鳳凰千波山、全千列覚えてないのよ。鳳凰も覚えてないのよ。いろんなところあるね。でもひとまずこっちは関係なさそう。まあでもここがまた後からイベントだな。一旦下がって、これ周相大山、これ俺これマスターしないと怒られちゃうのよ。怒られちゃうからさ。よし、アキサザメがすごい MP 使うのか。あれもしかして減りがすごい激しかったよね。ん、どうした、周相ライザー入んない。ああの鎌が入んないとダメなのか。アイスミーを遮って周相ライザー、言わせてやれよそこは。なるほど、あーでもちゃんと城はあるね。モーリア坑道のなんか入り口がなんたらかんたるの下りがないんですけど、あー来たザメ無理で、よし入った、ナイス、チッキンチッキンと。ここにもこう、あ、見たわ、ねえわ。あ、もう山で上は行けないと。じゃあまた後からなるのかな。そろそろ周相ライザーマスターしてもいいと思うんだけどな。まだか、山で全部行けないと。結局さっきの、まあ左下三鏡のところか。上だ、奥を狙うやつ。もうそこはもう、まあ、いるから任せるわと。よし、右上ですよね。ん？ここは、あ、ここ港？シンシアと二人だけで船の旅をするんだ。シンシア、ドラクエ4。ここ絶対あるよ、宝箱。ないし。あれ、ここ船長。あ、フレイランドにも行けると。フレイランドの北っつってたよな。俺は知らんと。オリーブビレッジっていう村にいるんじゃないか。結構歴史ある村だからなと。モリア坑道、あーそうねそうね、優しい。なんかさ、テイルズ・オブ・ファンタジアの船乗りみんな優しくない？もっとごついごつい船乗り、ごつい人ばっかイメージだからさ、邪魔するなよ。干渉にしちゃってるところなんだが、ほら船乗り以外は優しくないのね。じゃあちょっとモーリア坑道に行ってみましょう。来たということだったので、はい、では次回モーリア坑道の様子を見に行って、なんだ、アルベニスタに帰って宿屋に泊まって城に忍び込みたいと思います。では次回もよろしくお願いします。